第二章宇宙に浮かんだペドリートもう夜もかなり遅くなってしまったので僕の家に来て泊まったらいいと彼に言った僕たちの友情に大人は介入させないことにしようと彼は鼻にしわを寄せて笑っていった もうでも僕もう帰らなくっちゃ君のおばあちゃんは今ぐっすりと眠ってるから少しぐらいここで話し込んでいても全然問題ないよまたもや僕は大きな驚きを感じたでもどうして僕のおばあちゃんのこと知ってるの彼が宇宙人であることを思い出した 君、僕のおばあちゃんを見ることができるのああ、さっき僕の円盤から、ちょうど眠りについたところを見たよ。と、ややいたずらっぽく言った。そして喜びに満ちた声で、海岸を散歩しよ。と叫ぶと、急に飛び起きて、 高い崖の縁まで走っていきいきなり下の砂浜に向かって身を投げた。まるでカモメのようにゆっくりゆっくりと滑るように降りていく。もうこの小さな宇宙人のすることにじいちいち驚いてはいけないんだ。と僕は自分に言い聞かせ、 僕は高い崖っぷちをできる限り注意深く降りた。ど、ど、どうやってやるの今、狩りの見せた信じがたい飛行のことを聞いた。自分が鳥になったような気持ちになるのさ。というと、元気に波打ち際をただまっしぐらに走り始めた。 ああ、僕も彼と同じようにできたらな。できるよ、君にも。と、今度も彼は僕の考えていることをキャッチした。僕の横まで戻ってきて、さあ、一緒に鳥のように走ったり、飛んだりしよう。と励ましながら僕の手を取った。その途端、全身に大きなエネルギーを感じた。 そして海岸を狩りと一緒になって走り始めた。今だ飛び上がろう彼は僕よりずっと高く飛べるので、僕の手を取って上に引上げてくれた。ほんの少しの間だけど、空中に空ずりになったような気がした。走り続けて飛び上がり、また走っては飛び、一定の高さを何度も飛び上がった。僕たちは鳥だ鳥だ と僕を夢中ににさせるように叫んだいつものように考えるのを忘れ少しずつ自分の考え方が変わっていくのが分かったそしてもう今までの僕ではなかったこの小さな宇宙人に言われるまま自分の体が軽く軽く鳥の羽のように軽くなって そして少しずつ自分が鳥になったのだと言い聞かせた。ほら、今だ飛んで。実際空中に数秒の間だったけど、浮かんでいることができるようになった。ゆっくり着地して、また次の飛行のために走り続ける。新たに飛行をここを見,る見るたびに浮いている時間が長くなっていくのは、自分でも信じられなかった。 驚かないででほらできるよ今だ。繰り返すことに前よりうまくいったスローモーションのように夜の海岸をゆっくりと走って飛び上がった満月が照り空いっぱいに星が輝く夜だまるで別世界にいるようだった全く別の生き方があるようだったそうその調子だと言いながら。 ついに彼は僕の手を離した。ほら、飛べるよ。飛べるんだ。僕の横を飛びながら、僕に自信を与えるように言った。今だ。ゆっくり上昇して、宙にしばらく浮かんだ後、手を翼のように大きく広げて、滑るように降りた。やっほーやった その夜どのくらい遊んだだろうまったく夢のようだったしばらく夢中になった後少し疲れを感じて夜の砂浜を身を横たえた息をはあはあ言わせながらとっても幸せに満ちた気持ちだった 僕にとってあれはとと何かとてつもない信じられない経験だった。口に出して彼に言ったかどうか今はっきりと覚えていないけれど絶対に不可能と思い込んでいたようなことを現実に体験させてくれたこの不思議な友達に感謝の気持ちでいっぱいだった。 そしてそれからまだまだたくさんの驚くべきことで僕を待っていたとはあの時点でとても想像できるはずもなかった入り江の反対側にある温泉場の光の見えた彼は月の光を浴びた砂浜に身を横たえて海面にちらちらと映る 月の光にうっとりと見とれていたやがてその満月を見て笑っていった「なんて美しいんだろうあの月は宙に浮いたまま決して落ちてこない」「ペドリート君の星はとっても美しいよ」。 僕は一度もそんなことを考えてみたこともなかったけれど、彼に言われてみると確かにそう感じた。夜空にわたく大小の星、広い海、白い砂浜、そして決して落ちないほ星と月。君の星は美しくないの 彼は空の一点を凝視したまま深いため息をついてこう言った。はぁ、あ、とっても美しいよ。そしてみんなそのことを知っていてとっても大切にしてるんだ。僕たち地球人のことはあまり良くないと彼が言っていたことを思い出し その良くない理由の一つが分かったような気がした。僕たちは自分たちの地球を大切にもしなければ守ろうともしない。それどころか平気で壊している。でも彼らは自分たちの星をとても大切にしている。君、なんて名前 僕の質問がおかしいらしかった。言えないよーと少し笑っていったどうして秘密なのとんでもない秘密なんか何にもないよ君たちの言葉にはそれを表す音がないんだよそれって僕の名前の 音だよ。変なアクセントだけど僕たちの言葉を話しているとばかり思っていたので驚いたじゃあどうやって僕たちの言葉を勉強したの話すことも理解することもできないよもしこれがなかったらねと笑ってベルトにつけてあった小さな機械を手に取った これは翻訳機でこの小さな鉾のような機械は君の頭脳を光の速さで操作して僕に君の言おうとしていることを伝えてくれるんだ。だから君の言うことが理解できるというわけだ。僕が言おうとするときは君と同じように舌や口を動かしてね。 もっとも完全にはできないけどそう言うと彼は翻訳機を元にもどして砂の上にひざを抱えてすわりじーっと海をながめ始めたうーんじゃあ君のことをなんて呼んだらいいんだろう「アミゴ」 友達と呼んだんらいい。実際そのとおりだし僕はみんなの友達だからねおうんじゃああみって呼ぶことにするよそのほうが短いしずっと名前らしいからね彼はこのニックネームを気に入ってくれたとってもいいそれにしよう 二人は手を取り合って喜んだ何か大きな新しい友情に巡り合ったように感じたそしてそれはその通りになっていった「君の星はなんて言うの?うーん」うんこれも当てはまる音がないから発音できない。 でも、あ,あそこだよ微笑みながら空に瞬く無数の星の一角を指さしていったアミが空を眺めている間僕はテレビで何度も見たことある宇宙人の地球侵略シリーズものの映画を思い出していたところでいつ 地球を侵略するの。また僕の質問がおかしかったらしくアミは笑った。どうして我々が地球を侵略するって考えるの。知らない。でも英語じゃ宇宙人はみんな地球侵略を企んでるんだ。それともみんなってわけじゃないの。彼があまり愉快そうに笑ったので僕の方まで一緒になって笑ってしまった。 その後、なんとか僕の言いたいことを分かってもらおうと試みた。だってテレビじゃいつも、ああ、そうそう、テレビだ。じゃあ、テレビの宇宙人侵略の映画を見てみよう。アミはワクワクしながら言って、腰のベルトから別の機器を取り出した。ボタンを押すと、 画面に何か映り出したそれはとても画像の鮮明なカラーテレビだったチャンネルを素早く変えていった驚いたことにはこの辺りでは2チャンネルしか映らないのに彼のテレビには世界中の異なった言語の異なった国の人たちによるいろんな映画生放送番組 ニュース、コマーシャルなど次々に映りし、移し出された。まったく、なんてバカバカしいんだ。インベーダーの映画なんて、と楽しそうに笑いながら言った。何チャンネル出るの地球で今放送されているすべてのものが出るよ。それは、 みんな我々の衛星がキャッチしてそれを増幅するんだあ今オーストラリアのが写ってる見てごらん画面に赤い血管の浮き出たたくさんの目を持ったタコのような顔した生き物が現れ恐怖におののえて逃げ惑う群衆目がけて緑色の光線を放っている <laughs> アービーは愉快そうにこれを見ていた 全く信じられないねこれじゃあまるで喜劇だよそう思わないペドリートどうしてこんな怪物はこれを考え出した人間の頭の中にしか存在してないんだよ僕はこれまでいろいろな邪悪で恐ろしい宇宙人の映画をたくさん見てきたので急にそう言われてもすぐ頭を切り替えるのは無理だった 地球だって、イグアナとか、ワニとかタコとか、他にもいろいろな奇妙な動物がいるんだもん。どうしてそんな世界に全然いないなんて言えるのああ、そりゃ、そういう変わった動物はいるにはいるけど、ピストルや光線銃を作ったりするこなんできない。単なる動物だから、そんな高等な知能は持ってないんだよ。 でも知的で邪悪な生物がいてもおかしくないじゃない。知的で邪悪だってアミは大笑いした。それじゃあまるで善良な極悪人と言ってるようなもんだよ。はあ、じゃあ映画に出てるバットマンやスーパーマンのライバルのすっごく悪い科学者たちはどうなんだろう。アミは僕の考えていることをキャッチして笑った。 その科学者たちは気が触れてんだよ。インテリなんかじゃなくてね。だったら頭のおかしい科学者のいる世界があって、いつか地球を破壊しようとしているのもおかしくないだろうそれはちょっと地球以外では考えられないね。どうしてもしその人の頭がおかしいとしたら、 まず他の星を侵略するのに必要な科学のレベルに達する前に必ず自分たちで自分たちの首を絞めるようなことをし始めるよ。だって爆弾を作ることの方が宇宙船や円盤を作って他の星を侵略するよりもずっと簡単なことだからね。ある程度の 科学のレベルに達したでも優しさや善意のかけた文明は必ずその科学を自滅する方に使い出すんだよ。でもいくつかの星はそれを偶然に生き延びられるかもしれないよ。偶然それどういう意味 我々の言葉にはそれを相当する言葉がないいろいろな具体例を出してやっと説明できた時彼は笑って言ったすべてのものはみんな関連し合って成り立ってるんだ偶然なんて一つもないんだよでもその連結している法則がどんなものか理解できないでいるかあるいは わざとそれを見ないようにしているだけのことなんだよ。でも君の言うようにもし100万もの世界があるとだとしたらいくつかの例外があったとしても少しも不思議じゃないよ。僕は知的な侵略者のいる可能性があると言い張った。アミはなんとか僕に理解させようとしていった。じゃあちょっと想像してごらん。もし すべての人が真っ赤に焼けただれた鉄の玉を素手で握らなければならないとする。その手に全く火傷をしないで済む人がいると思うそんなのみんな火傷するに決まってるよ。一人の例外なしにね。そうだろうそれと同じことなんだよ。すべての悪玉は 自分たちの悪を克服できない限り結局は自滅するしかないんだよ。誰もこれを支配している方から逃れられることができないんだよ。その方ってある世界の科学の水準が愛の水準をはるかに上回ってしまった場合。 その世界は自滅してしまうんだよ。愛のレベル僕はその惑星の科学の水準レベルというのははっきり分かったけど愛のレベルというのはよく分からなかった。ある人たちには最も単純なことが一番理解しがたい。愛とは 強さ振動エネルギーでありその効果は我々の機械で測ることができるもしある世界の愛の水準が低ければそれだけその世界は多くの人が不幸で憎しみや暴力や分裂戦争などが多く とても自滅の可能性が高い。極めて危険な状態にあるんだよ。僕の言ってることわかるかいペドリと、トうんあんまりよくわかんない。どういうことが言いたいのいろいろと説明しなければならない。でも少しずつね。まず君の疑問から始めよう。 僕にはまだ怪物の侵略者が存在しないということがとっても信じられなかった彼にとても巧妙に組織されたトカゲの宇宙人がたくさんの惑星を支配するというテレビのシリーズもののことを話したアミは愛のないところになな長続きする組織はありえないと言ったこの映画の場合 人を義務づけたり、強制したり、結局最後には反乱、分裂、そして破滅という結果になった。この世には唯一、普遍的で完璧な生き延びることを保障し得る組織がある。当然のことながら、一つの文明が進歩するということは、 それだけ愛に近づくということなんだけどそれを達成した世界は進歩していて誰も傷つけるということがないこれは我々よりはるかに優れた知性が作り出したのでこれ以外この宇宙で生き延びる方法はないんだよ 後になって亜美のおかげでかなりよく理解できるようになったけれどその時はまだ宇宙にいる知的で極悪な怪物に関しては疑いを持ったままだったあまりにテレビに害されてる。 と彼は叫んでこう付け加えた。我々の想像する怪物は我々自身の中にしか存在しないんだ。それらを放棄しない限り決して宇宙のしばらしさに到着することはできない。極悪人は美的でもなきゃインテリでもない。 でもテレビに出てくるあの悪い女の人はとっても美人だけど。それは美しくないか悪でないかのどっちかだね。本当の知性とか善意とか美しさはみんなけり融合してる。これらはみんな愛へ向かっての進歩がもたらしたものなんだ。 じゃあ悪い人間は地球以外この宇宙のどこにもいないっていうことなのもちろん他にもいるよ。君が30分と耐えられない世界だってあるよ。この地球にだって100万年前には本物の怪物人間が住んでた。そ、そ、それだよ僕の言いたいのは。 勝ち誇って叫んだアーミも知ってるじゃないかやっぱり僕の言ってること正しかったんだその怪物のことだよでも心配しなくてもいいよ彼らは我々よりも下にいるんだよ上じゃなくてねずっと遅れた世界に住んでて彼らの頭じゃ 車輪すら考えつくことはできないだからここまで来ることも侵略することもできないんだこれを聞いてとっても安心したはあじゃあ結核的に言うと宇宙人はこの宇宙で一番悪というのではないんだねもちろんさでも君は銀河系の中で12を争う。 おバカさんだよと親しみを込めて笑った僕も一緒に笑い出してしまった <music>